ただいまより新人王表彰式を開会いたします。皆様こんにちは、日本記録橋です。お忙しい中お集まりどうもありがとうございます。上野御陵家の皆様おめでとうございますちょっと変です。上野四段、上野五段、新人王獲得誠におめでとうございます。今回では、上野さんが新人を取ったということで、実はびっくりする関係者は一人もいなかったです。それは先ほどの、今までの、成績というのもあるんですが、ちょっと話させていただきます。18歳の時に竜星戦で準優勝、将棋でいうと銀河戦です。銀河戦で準優勝、最後5回ぐらい間違えて準優勝です。相手は一力さんです。もうその時から上野さんがどういうふうに伸びるっていうのはみんな期待してたものですので、本当にびっくりしませんでした。でその後、女性の世界チャンピオンになりで広島アルミ杯連覇、これは新人王戦に負けないぐらいの強敵が来る若手戦です。であと何がありました、いっぱいあるんだけど例えば2年、1年間の勝ち星1位を2年続けて取ったり、今までの男性でもできないようなことをやってきておりますので、新人王ぐらいって言ったら失礼なんですが、きっと取れるだろうってみんなが期待してその通り、取っていただきました。本当に僕としても嬉しく、今後の上野さんの活躍が本当楽しみです。きっと男性の棋戦でタイトル戦に出るんではないかと思っております。将棋の上野さん、よく知らないんですけど三段になってすぐ新人王になるなんていうのは並大抵のことではないんだろうなと、世界は違いますけどすごい感心しますし、両上野なんて覚えました。頑張ってください。最後になりましたけど、新聞赤旗様、関係者の皆様、本当に長いことお世話になっております。今後も将棋以後も、ぜひ応援していただければと思っております。どうもありがとうございました。続きまして、同じく主催者の関西棋院を代表して榊原文子常務理事よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは、関西棋院の常務理事の榊原と申します。上野、新人王、そして上野麻美新人王、誠に新人王戦優勝誠におめでとうございます。そしてご両家、ご親族の皆様誠におめでとうございますまあ、上野麻美さんについてちょっと私お話しさせていただきたいんですけれども、同じ女性棋士として、女性が男性の棋戦で優勝すること、これは私の時代には、夢のまた夢の出来事でありました。いつかそのような方が出てきてほしいとは思っておりましたけれども、女流棋戦でタイトルを取ったとしても、到底男性にはかなわない、それぐらいの差がありましたので、本戦に入るだけでもやはり注目されるような中で、上野さんはこうして本当に新人を取ってくれたというのは本当に女流棋士としてはもう夢を見てるみたいで、大変本当に嬉しく思います。この実力において先ほど、小林理事長もおっしゃられておりましたけれども、内容も素晴らしいんですよね。本当に実力で勝ったというか、広島アルミ杯でも、2回優勝しておりますし、今若手棋士が大変強いですし、奈良大棋戦のタイトル棋士を見ても本当に若い人ばかりですので、もうこういう若手棋戦で
優勝するっていうことはこれからも七大棋戦でもタイトルを取れるということだと思いますので、ぜひ取っていただきたいですし、先ほどもちょっとお話ありましたけども、世界一、もう上野さんが世界一だということ、この日本の囲碁ですねが、こう世界に本当に誇れるそういう役目を果たしていただきたいと思います。あと私は新人王戦は将棋の棋士の皆さんとご一緒させていただきますので、これからの、先ほどもねご基礎を上さっておられたように、若手の登竜門でありますし、ここで本当に優勝した新人王になられた方っていうのは、これからの囲碁界将棋界を本当にこの歴史を塗り替えていくような活躍をされる方になっていかれるというふうに思っておりますので、そういう方に直接お目にかかるということができるのが本当に嬉しいなというふうに思っております。これからのますます のご活躍を記念いたしますとともに、この2年かけにわたり、新人王戦を開催していただきました新聞館様に心からの感謝を申し上げまして、方でございますけれども、お祝いの言葉とさせていただきます。ありがとうございました。同じく主催者の日本将棋連盟を代表して羽生善治会長よりご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただきました日本将棋連盟の羽生善治です。本日はお忙しい中、またお寒い中、新人王表彰式に、お越しいただきまして誠にありがとうございます。長年にわたりましてこの新人王戦を主催していただいております、新聞中畑様にはまず、心より厚く御礼を申し上げます。そしてですね、見事に新人王を獲得されました囲碁の上野愛咲美さん、将棋の上野広俊さん、こんな偶然があるのかっていう感じなんですけど、まあでもですね、お二人ともまさに実力を証明しての優勝というところで、本当におめでたいことだなというふうに思っております。またこの新人王戦というのは、囲碁の世界と将棋の世界が同時に行われる表彰式ということで、日本棋院の皆様、関西棋院の皆様にもいつも大変お世話になっております。先ほどのご挨拶にもありましたように、この新人王戦というのは、若い棋士のですね、登竜門の棋戦として、長年にわたって、開催をしていただいております。自分自身もですね、初めて、記録係がついて、公式戦の対局をするという舞台を、対局できたというのはですね、本当になんかこうプロとして、一歩前に進むことが、できたという意味で、とても、嬉しく思っておりますし、まさに、原点といいますか、初心に、戻る棋戦なのではないかなというふうにも思っております。囲碁の方もですね、上野愛咲美さんはもうすでに、各棋戦で、活躍を、されているというところで、そういう中でもまたこの新人王戦というのはですね、かも新たに思われた優勝なのではないかなというふうに思われますし、将棋の方の、上野さんはですね、デビューしてもうすぐに、優勝をされたということで、将棋界にはですね、いろんな記録がありますけれども、この記録はですね、おそらくこの先何十年も破られることはないのではないかなというふうに思っております。で、今回の将棋の方もですね、新人王戦の、決勝戦はですね、同じ、井上啓太九段門下の同門の対決で、行われました。井上先生はですね、たくさんお弟子さんいらっしゃるので、珍しいことではないと思うんですけども、またこれもですね、なんていうんでしょうかね、若い時の非常に、いい思い出という言い方はまだ早いと思うんですけども、でもなんかすごくこう印象に残る勝負だったのではないかなというふうに思っていますし、ちょっとはですね、新人王戦の、歴史を私調べてみたらですね、
あの、上野さんの、師匠である、井上九段もあのこの第、16回の新人王戦で優勝をされています。で、さらにですねその師匠の、若松先生という方がいらっしゃるんですけど、若松先生もあの第2回の、新人王戦で優勝されているということで、まあ、本当にですね、まあ、この新人王戦という棋戦がですね長きにわたって、まあ、親から子へ、子から孫へという言い方までは適切かどうかわからないですけども、長きにわたって開催していただいている、まあ、証明なのかなというふうにも、まあ、思っております。また、あの、新聞アカウント様にはですね、プロ棋戦だけではなくて、アマチュア棋戦の方も、サポートをしていただきまして、大変、嬉しく思っております。あの将棋連盟はですね、まあ、来年100周年という大きな節目を迎えます。今後もですね、さまざまな形でサポートをしていただけると大変嬉しく思っています。心からお願いいたしまして、簡単ですけども主催者の挨拶と返させていただきます。どうもありがとうございました。師匠優勝上野愛咲美殿、あなたは第48期日本新人王戦において当社の成績を収められました。ここにその栄誉をたたえ第48期新人王の称号を贈ります。令和5年12月13日公益財団法人日本研究所プレスタブ。おめでとうございます。では将棋の上野博敏新人を前にお進みください。日本将棋連盟を代表して羽生善治会長より表彰状が授与されます。表彰状、上野博敏殿、あなたは今期新人王戦において紳士官等見事に優勝されました。よってここにその栄誉をたたえ第54期新人王の称号を贈ります。令和5年12月13日公益社団法人日本将棋連盟会長羽生善治。どうもおめでとうございます。ここでご祝辞を賜りたいと存じます。囲碁の上野愛咲美新人王の師匠であられます藤沢和成八段よりお願いいたします。ただいまご紹介にあずかりました上野新人王師匠の藤沢です。本日は大勢の方にお集まりいただき本当にありがとうございます。まず上野さん将棋のおめでとうございます。またご家族の方、師匠の井上先生実はお会いしたことないんですけれども本当におめでとうございます。上野さん、まあ、さっきあの小林理事長が僕が喋ろうと思ったあの実績のことが話してしまったんでちょっと何を喋ろうかなっていう感じなんですけれども、まあ、上野さんは5歳から教室に、まあ、初心者で、私の子供教室に来まして、小さい頃からですね天真爛漫で今日こうやってなんか真面目そう、まあ、真面目なんですけどおとなしくしてますけどあのいつも本当に、ね、明るくて周りを明るくする子で、そのまま大人になりました。で今回新人王戦、まあ、彼女はあの口に出したり自慢したりすること全くないんですけれども心の中では今度は取るぞとか多分思ってたんじゃないかなと思うんですけど、それはあのちょうど6歳の時からですね教室で競い合ってきた子供、今の関九段と広瀬七段、これはあの同じ年で、一緒にプロを目指すグループを作った時からずっとだから16年もこう争ってきてるんですけど、面白いのはこの3人がですねお互いライバルって一言も絶対言わないんですね。言わないんだけど明らかに相手より上にいたいっていうマウンティングを取りたいっていう雰囲気が3人とも漂ってまして、まあ実は最初に新人王戦優勝させていただいたのは広瀬七段
もう5年ぐらい前ですかね、確か藤井聡太さんと同じ時でした。でその次が関九段が3年前だったかな。で翌年か何か、翌年だったかに決勝行って、あ、ここでようやく取り返すぞっていう感じだったんです。本人うなずいてますけれども、まあ、その時は残念ながら負けてしまったので、次の機会をね、目指してたと思います。で、まあ、師匠としては中国韓国に世界先導される中、世界で活躍できる棋士を育てたいという思いで育ててきましたので、昨年国際棋戦でね、日本初優勝してくれたのは本当に師匠としても嬉しい限りですが、これからも日本の囲碁界を背負って立てるように努力を続けて、またそれだけでなく、ファンの方に愛される、まあ本当に明るくて性格もいいので、最近ではですね、デザイナーの越野純子先生に可愛がっていただいて、一緒にテレビに出させていただいたりもしておりますけれども、まあ、そうやって多くのファンに愛される囲碁の普及にも今後頑張ってもらいたいと思います。最後になりましたが、赤旗編集局様、本当に長年にわたりありがとうございます。私は残念ながら本戦の1回戦が最高でございましたけれども、まあ、これからも末永く応援していただければと思います。また多くの関係者の皆様、ファンの方々に熱く御礼を申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。将棋の上野博敏新人王の兄弟子であられます菅井竜也八段よりお願いいたします。こんにちは、将棋連盟棋士の菅井竜也です。自分と上野君兄弟弟子の関係で、今日、本当であれば師匠の井上慶太九段が、祝辞を言うところなんですけど、今日師匠は、順位戦がありまして、代わりに私が挨拶させていただきます。はい、上野さん、優勝おめでとうございます。自分もですね、新人王戦は、優勝経験がありまして、そうですね、祝辞の関係で少し調べてみると約10年前になるんですね。やっぱり10年も経つと、まあ、祝辞も言わないといけないのかなというふうにも思ったりしていますが、やっぱり、新人王優勝することができて、それが自信につながって、やっぱり今まで以上に、勉強頑張れたっていうこともあるので、これでまた上野君も一段と強くなれるのかなと思っています。はい、でまあ、ちょっとこう祝辞なんですけど、まあ、10年間の自分の反省と経験ですけど、やっぱり棋士になった当初はみんな一生懸命勉強できるんですけど、年々やっぱりできなくなることもあります。はい、やっぱりそうなってくるとそこで差がつきますので、まあ、上野君にはですね、この10年全力で走り抜けてもらって、それでやっぱり今将棋界にスーパースターいますから、10年頑張ればなんとか勝負できる可能性もあるので、まあ、そこを目標に頑張ってもらえたらなと思います。はい、本当に簡単ですけど、祝辞とさせてもらいます。ありがとうございます。皆様こんにちは、棋士の上野麻美です。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。まずは新人王戦を開催してくださいました新聞赤旗様はじめ関係者の皆様方に感謝申し上げます。ありがとうございます。新人王戦は一昨年に決勝まで行くことができたのですが、最終局で惜しく負けてしまい悔しかったのを覚えています。また同門でずっと一緒に勉強してきた広瀬くんや関くんが新人王に数年前になられていたので、自分も新人王になりたいなとずっと思っていました。なので今回獲得することができ本当に嬉しく思います。
また今回は将棋の新人王も上野さんということで、そこもなんとなく嬉しく思います将棋は分からないなりに新人王戦見ていたんですが、デビュー3戦目で新人王になられたんですよね本当にすごいなと思っております。また明日は女流棋聖戦での挑戦者決定戦があるのですが、こちらも対戦相手が妹の上野梨紗さんでまたこちらもダブル上野となっており明日の3時からなので、ぜひ皆さん見ていただけたら嬉しいです新人王戦は若手棋士の登竜門と言われており、歴代の新人王獲得された方は本当に素晴らしく強い方々ばかりなので、私も今回新人王になれて本当に光栄に思います。これからも精進してまいります。本日はありがとうございました。続きまして将棋の上野博俊新人王をお願いいたします。皆様こんにちは。今日はお越しいただきまして誠にありがとうございます。またこのような会を、開いてくださった新聞赤旗様、誠にありがとうございます。今期の新人王戦に出場したときは、私はまだ奨励会3段でした。3段の私にとって、この新人王戦という舞台は、公式戦を指せるとても楽しみな場所でしたし、また棋士の先生と指せることができて、とてもワクワクして臨めました。三段リーグとはまた違った気持ちで指せたことがいい結果につながっていったかなと思っております。新人王戦を振り返ってみますと、伊藤先生や増田先生に勝てたことがすごく自信になりましたし、これでまあ優勝を目指すしかないと強く思いました。また三段リーグの方もですね、いい成績を取ることができまして、四段、昇段も決めることができました。決勝3番勝負の前にプロになることができて、非常にいい状態で決勝に臨むことができました。決勝3番勝負の相手は同門の藤本さんということで、藤本さんとは、小学生のアマチュアの頃から将棋を指してきた仲間でありまして、また負けたくないライバルでもある、そんな関係です。まあそういう点も含めまして、いつも以上に気合が入っていい将棋が指せたかなと思っております。まあ将棋の内容は、本当に最後は運が良かったような勝利なんですけれども、優勝という結果を出すことができて本当に嬉しく思います。これでデビュー3戦目での棋戦優勝という、まあ、珍記録が生まれたわけなんですけれども、まあこれからの活躍が本当に評価される部分だと思っておりますので、気を引き締めて頑張っていきたいと思います。また、第55期新人王戦も始まっておりまして、私も出場しておりますので、またスピーチができるように頑張りたいと思います。本日はありがとうございました。ございます。あそこに一の我慢でございます。
今回新人王で、お互い上野さんだと知った時の衝撃度ってどういう感じだったでしょうか。あの今の上野さん、はい、私が取った後に多分決勝のサマーシャルが始まったので、なんか注目して見てました。上野さんじゃんと思ってで今日会われた印象はいかが。はい、あでもあの YouTube とか見てたので。あ、お疲れ様でした。でも年下なのがびっくり、はい、あじゃあ将棋の上野さんは、はい、衝撃度が。私はあの上野あさみさん優勝されたの知ってたので、はいはいはい、そうですね、私が優勝すればダブルウェイになるなと思って、ああ、それは思ってましたね。で今日会われた印象はいかがですか。すごい優しい感じです、ね、いい人だな、はい、いい人だ。同じかと思ってます、はい、なんかご両家みたいなお言葉も挨拶になりましたが、照れみたいなのはいかがだったでしょうか。ご両家って言ってましたね。どういう時に使うんですか。なんか結婚披露宴とか。そうですよね。あ、そういう意味なんですか。いや、面白いなと思ってあの囲碁の上野さんは対局前にあの縄跳びするっていうのはすごい有名なんですけど、将棋の上野さんなんかそういう対局前に何かやるっていう。いや私あんまルーティンなくてですね、本当に普段通りって感じです、はい、朝ごはんとかも何も特にもう一緒ですね、はい、777回とか。あ、そうそう、結構大変ですよね、これは。いや、そんなことはない。いや、びっくりしましたけど、知ってくださってるんですか。いや、なんか記者会見で、はい、あの言われたら楽しかったんです。ああ、私あんまルーティンないなと思ってはい、わかりました。ありがとうございます。お疲れ様でした。